こそ、虎徹ムービーの世界へ。日本三大霊場の一つ、恐山は、青森県の下北半島にあります。人が死ねば、お山に行く。それでは、僕と一緒に、素朴な信仰と、祈りを伝える聖地を、訪ねてみましょうか。さすが三大霊場の一つ、恐山だよ。観光客がいっぱいだ。正式のお寺の名前は恐山菩提寺なんだな。ご本尊はお地蔵さんのようだね。うそりこの向こうに見えるのが鶏頭山です。恐山、境内は8つの山に囲まれています。いやー、ここは火山湖なんだな。硫黄が流れてるよ。地蔵山をバックに山門だね。ここの仁王さんは昭和の大仏師松久宗麟先生が彫ったんだな。迫力あるよ。おん、かかか、ビサンマエイ、ソワカ、ナムー、地蔵尊。さあ、ここから地獄巡りだ。やや、湯気が吹き出してるよ。熱いな。本当に地獄だね。やったね。極楽まで来られたよ。でも、
僕、水は苦手なんだ。さあ、温泉に入るぞ。誰も入ってないようだね。おお、なかなかだね。うにゅう、硫黄の匂いがするよ。これが本当の極楽だね。僕は水は苦手なんだけど、温泉ならいいんだよ。ああ、いい湯だった。薬師の湯にも行ってみよう。薬師の湯の男湯はこっちだな。ここも貸し切りだね。この硫黄の匂いがなんともたまらないね。温泉って感じだよ。うぃ、体に効きそう。